300回うわマジドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーシャープ300でございます。マジでいよいよそこまで来たの、すごいね。というわけでおはようございます、ジレット申します。200、様々なねチームを組みながら、対人もまあ一人将棋ですけど一人将棋もしながらいろんなチームを研究してきましたけども、いよいよこの実況も300回という、まあ200回の時も100回の時言ってたわ、大台です、超大台、もう今回は超大台ですね。はい、400回の時はビッグバン大台って言おうかなと思っております。今まで見ていただいた方にはね、あ、チラさんって、あ、こんなチームの方法あったんだとか、新たな発見とか、僕もやってて200から300からだいたい知識またねちょっと増えたりはしましたからね。この EX 界とかも含めて、いろんな経験がありました。はい。いや、ちょっともう、そこんな、数々の実況者見てきたけどさ、モンバト実況300までいってる人見たことないな。なんか、対戦動画、ニコニコ動画時代とかにさ、いろんなゲームの実況がさ、100超えたりとか、そういうの見たことあるんですよ。僕も知ってる実況者さんでね、ドラゴンクエスト11がね、シャープ100なんかぐらいな生放送でやってる人もいたけど、動画とかで、モンバトで、300はね、マジで俺しかいねえんじゃねえかな。もう唯一無二のね、もう令和のね、モンバト伝道師としてね、ティラさんの名前をね、永遠に刻みたいなと、思ってる所存でございます。いろんなゲームにもね、専門家いると思うから、例えばロックマンとかでも専門家いるし、ポケモンにも専門家がいるようにね、モンバトの専門家がいてもいいんじゃないかと。ちょっと私はさっきから何を言ってるのかよくわかりませんが。はい。というわけで今回は記念すべき300回。まずはですね、まあ200回から、毎回恒例の200回から300回のね、ダイジェスト。うん、まあ主に叫び声です。はい。主に叫び声を並べた後に、対人バトルロード、3本勝負を。やりたいと思います。じゃあまずはダイジェスト、行ってみよう。にゃっにゃっにゃ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 。嘘でしょ、ちょっと待って、俺完全にカットする気満々だったんだぞ、おい。さあカウンター模写する、模写するのか、お前。惜しいやん。もう絶対違うとこばっかり行くやん。はい、よいしょ、OK、ナイス。引き当てしろ。ナイス、それはいいんじゃない。戦いの星町水星です。ないよ。67キロぐらいなんですけど、翼で負けても勇気が打ちやんですよ。俺だろ、めちゃくちゃ勇気がたまるんですよね。うおらうおらうおら、はい、よいしょ、いいじゃん。人間姿ドゥーモゲスじゃん。ダメージを与えなくても倒せる説。おお、おりゃー、うわ、いや、やばい、ああああ、ちょっと待って、やめろやめろ、ああ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 、いけ、はい、回転突き見せてみろ。おう、いや、一緒か、全部クーレッパ、腕、いや、顎撫でとる、 55% HP 1.5 倍になってんじゃねえか。ちょっと待って、勇気チャージしましょう。あ、もう雷が鳴りました。もはや手前には不要。あーあーあー、ドラゴンソロコンビネーションのパンチ、違うベイビー、ドラゴンカモンベイビーアタック、おはぎ新しい時代、センシティブだね、センシティブだね、行くぜ、おい、曲がる、何か上がる瞬間を見せつけた、カラーが150上昇します。何が何だか分かんなくなってきた。おざるき爆発呪文やレジェンド、モンバトアイドル VTuber の星の知らせです。イエイ、よいしょ、ホケンクルプチノン、スラミジョーハキスライム、魔王の使い、ハグレメタル、突進してきます、いくぜ、おら、はい、うわー、お、ナイス、おー、いやいや、ワン、ツー、スイスイ、イエイエイ、ファイター、ゼツ、ヨンタン、こいつがやったら自覚あんな、お前ちょっと待った、さようなら、描き出した文章から光を放つ、ドロン、耐えろ、うわほら、覚悟の自爆攻撃でーす、おー、すげー、キャンキャン切っちゃったー、陽気で、あ
ご存知ですかこいつ、ヘルパーリーチってミステムって新しい 45% でお送りする。うわー出陣、あれよう負けばおじゃよし、おー日本たちは叱り合う。なんで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 なシュータサウジを送りたいと思います。大胆なチームでした。ルドーの登場です。オリコン棒の登場です。もう見た目がまあ強そうではあって、よいしょなんでやーそう、このパッチョです。このパッチョですよ。かっこ悪いと異様なズン爆裂ハッうわぁ気合いも見せろ。ナイスちょっと体勢持ってるからね、全体的に体勢ユスーシュートシュートシュート暗黒の力振り絞るシュートあー重なり合うジゾラシュートミスター。当ててくれ、決めてくれ。前のやつは誰だ。三本勝負ね、記念すべき300回の三本勝負ですが、まあ一人将棋なのは勘弁してください。ただし試合内容はとてもガチであります。ルールはね、テロップでもポンって出しとくんですけど、まあ決められたね、チーム同士の3番勝負。だから勝ち抜きとかじゃないね。だから最高3戦。2勝した方が勝ちと。ティラチームバーサスですね。相手のチームはですね、まあ、こんだけ200回は、まあ、理想の、なんだったっけ、何のチーム編だっけ何理想のチーム編だったかな。もうそこ覚えて、なんでそこ覚えてないんだよ。そのね、理想バーサス。現実ということでね、まあ相手チームにはね、厳しい現実を教えるパーティーがね、集っておりますんでね。それに僕の理想が勝てるのか、やってみたいと思います。それでは、行ってみよう。さあ、まずはやっぱりこいつらかな。やっぱね、これが一番しっくりきます。先方、モンスターマスター、いざ行きましょう。キラーリカンとアルミズヤ、ダッシュラン。一発屋と草原盛り合い所ですね。現実チーム、その1。ナイトイチバズ、悪魔の騎士。嫌な3体しかいませんけど、こういうことです。さあ現実に理想で挑みましょうか。まあ僕がいいなって思った理想のね、相性とか組んだりしたパーティーバーサス現実。もう何を言っていいのかわからないぐらい強いパーティーが向こうに来ております。勝ち筋はなんだ。もうスペック的にはすごい負けてるんですよね。スペックがすごいのよ、スペックの差が。というわけで、まあルールね、さっきテロップに書いた通り、ダイレクト SP のみということなんでね、まあ僕がね、その時の気分で選んだんで、突然の対策ができません。聖なる祈りを使われてしまいました。さあ、こうなった場合、アルミラージが1000万ボルトで麻痺にするか、誘惑の踊りで止めるかあたりじゃないと、聖なる祈りを解除できないんですよね。ダメージエースで負ける可能性がある。頼むぜ、ダッシュラン！おーい！これが現実ですね。はい、現実サイド。まずね、現実サイドがね、つまらない回避をし始めます。やばいって、避けて！こっちも避けて！左か！お前あれだよ。マスターダブルスキャンしてるおかげでね、かなり避けるモンスターとなってますからね。避けましょう！避けない！避けません！これが現実。はい、現実です。これ、現実サイドです。これ、一本目だからね、勝つまでやったりとかしないからね。いくぞ！おー現実、はい、これが現実です。キラーリカントがね、28% ですか 30% ですか、避けないんですよ。でもバズズの 18% は避けるんですね。はい。もうきついじゃん、すげえきついじゃん、きつすぎるじゃん。もうこんなきついのやばくない。
さあ現実サイド代表ナイトリッチドルマンそれは避けられない、強いしどうすんのこれさあ現実サイド3体目悪魔の騎士ちょっと待って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 、避けろ避けろ避けろ避けてくれ、よし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 、なんとか1ピロリ、ただし天使の祈りで、うわー全回復じゃん、もはや独身行こうか、独身行きます、独身狙います。現実サイドにまだ対抗できる手段はあるやもしれん、独身で一発逆転狙いますよね。ただ悪魔の爪痕やばすぎない？よしよ、いいよ、お互いモンマス同士でね火力のぶつかり合いをしている。あ、すごい、よし、どうするくど、これでかいよ、この一旦頼む、アルミナちゃん頼む、あ、いいとこいった、それいい、よいしょ、ナイスナイス、アルミナちゃん一発逆転、独守があります、いきます、いけー、怪人判定で終わりだ、即死判定で終わりだ、ほら12やそらそうだよ、いや、キコダも悪かったか、今のとこトントンぐらいじゃない、お、当てたね、ダッシュラン。よしよ。さあ、ちょっとダメージ追いついた。ただ、安定打点のナイトリッチがいらっしゃるんですね。てか、こういうパーティー多分 Wi-Fi でいたと思いますもん。っていう、今回のパーティーはですね、まあ、こういうパーティー絶対 Wi-Fi でいたよなぁと。言わんばかりのチームしかいませんからね。しかいないですからね、もう。うわぁ避けない。ビッグトマホーク強すぎない。やばい、悪魔の斧強すぎるって、ねえ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 、やばい、おし、命中率も低い、避ける可能性もある、しかしダメージレースが明らかに負けているかなりの差がついてるな、やっぱいくわ、独身、うん、やっぱ独身行こっか、現実サイド VS 理想のチーム、まあ300回やったからね、いろんなチームの組み合わせやモンスターの特性も理解してる、だから安易に頼らず理想でね現実に勝てるその瞬間をこの一発撮りに見せられるか、いけ独身だ、いけもうこっちも運気だからな、いけ、ほらほわーってくそ、あ、何やってんだよ嫌いか、お前何やってんだ、え、このターンに死ぬの、そうだ、やばい、現実に蹂躙される、現実に負ける、やばい、現実に負けちゃうちょっと現実ムーブが強すぎるんですけど、やばいやばい、現実ムーブが強い、避けろ避けろ避けろ、よしよしよし、まだある、まだ命あります、まだ命ありますね、まだ命がある、大丈夫だ、イサマボルトバズズに行く、せーの、いいね、413ダメージ当てるんだけどな、ドルマ、これワンチャンこのターンでね、もうやられますね、ドルマを普通に、うわー、ビッグトマホークで余っちゃうのか、そんな、え、削り切られるんですか、こんな Wi-Fi でよく出てくるみたいなチーム、頼む、避けてくれ、うわー避けてー、やばい、まだまだまだ、次のターンで生き残る、生き残れ、避けろー、勝負あり、さあ、ティラ陣営理想のチーム。もう後がなくなりましたね。舞踏会で行きます。舞踏会選んだ理由はですね、やはり生放送とか動画で一番使ってんのは、この氷の芸人たちですよね。行くぞ、キスコ !300 回になってもキスコ呼びは変わらんよね。あと、ウルドン、お前色変わったよね。現実サイド、二つ目のチームは、勇者の星屑の参加術。星空の参加術、勇者で登場。ということは、音もわかりますよね。そうです。デンダリッチです。どうすや、ええの。さあ、この圧倒的現実に立ち向かえ。絶望的なチューパ VS。DLC は入ってますから、こっちは。でも、チームの力的にはトントンかもしれない。ワンチャンあると思います。デンターザウルスが氷に弱いのもあるし、獣人剣がデンタサウスに会心判定とか出れば全然変わってくるね。行くぞ、武闘家会心率とか回避率を生かして立ち回ればワンチャンあるかもしれないです。さあ行こう、やっぱり俺たちにはキスコしたいね、行くぞ、キスコと共に獣人剣、それはナイトリッチって言うんだ、俺ダメだそうなんだよな、
さあ問題は来ましたよ。勇者のスターフレア。あ、ウルトンに行っちゃうの？嘘。武闘家に行かない。武闘家に行かないと避ける可能性は低いからね。てか勇者って結構どこでも狙えるんだっけ。いやー、ウルドン狙うねー。ウルドンも避けなくはないんだけど、きついなー。キスコ。さあ、本日も、氷をまとって、突撃ー。うわぁ、何してんだよ、俺。なんでデンタ狙ったのにー、せっかく。せっかく。うわぁ。暗黒ゾーンって、ちょ、待って、本当に待って。暗黒ゾーンで痛恨が出るなんて。ちょっとね、もう僕のね、想定してない事態が起こっている。おぉ！まだあるぜ。俺の想定してない事態が起こるよ、よ、よ。なんで ?300 回になってもね、この滑舌です。俺のでも想定してない事態も起こってるからね。ダメージ的にはちょっと不利だね。さあ、ここで、その差をさらに広げられますけど。いやー、きつい！いやー、きついなー、これ。まだこっからある。獣人剣で行こう。おたけびを上げて、レンタサンスに行ってくれ。それ主人公だ。うわぁ、こっちもだ。こっちも返せ。いけー。うわぁ、勇者が。大丈夫かな、そのウルボロス。あ、よかった。特技じゃなさそうだね、この感じは。いやー、怖い怖い。スタープレイヤーが怖い。武闘家に行って、余計しかないね。いやー、余計、武闘家に行かないね。なかなか行かない。やばいぞ、これ。アイスピックルが、まあ、避けなくはないけど、武闘家に行ってほしいのに、全く行かないからね。やばい。せっかくの武闘家の回避を行かせない。さあ、早くも追い詰められました。きつい。頼む。行くぞ。ほら。どうだ。止まってくんないかな。てか、さっきのさ、暗黒ゾーン通行で何もんやねん、お前。やばい。避けて。よし。キースドラゴンがさっきからね、避けてんだよね、なんか。アイスピックル避けないのにね。出た来る。怖い。避けて。よし、いいよ。ここはね、つばぜり合いしましょう。ここつばぜり合い僕はします。はい。まずつばぜり合いします、僕は。一品仕掛けますね。主人公のスターフレアを食らったら死なので、ここはつばぜり合い仕掛けて主人公を止めようと思います。勝ち負けはどうでもいいんです。勝つぞ、デンタリッチに。マックス！なにこれ、どうすりゃいいの？まさかの全部つばぜり一緒とは思わなかった。ちょっと待って、名勝負多いよ。まさか全部一緒だとは。あ、頼む。キスコちゃん。キスコです。いいとこ行ったよ。いいとこ行った。まだありますね、チャンス。次のターンにどうする？天使の歌？いや、天使の歌じゃ間に合わない。てか、天使の歌、実はこのセットにはセットしていないんですよ。はい。ダイレクト SP にはセットしてない。おー、まだある！ダイレクト SP に天使の歌をセットしていたらもっと違ったのか。ここに、避けられない。もうダメだ！ダイレクト SP の中で。ダイレクト SP の中で。何か、これだ！さあ、このセットに用意されるダイレクト SP は一発逆転フォースがありました。それかー。いけー。ウルドンとキスコで行くしかない。これで大打点出せばいける。頼む。それが獣人剣。おーい。違うって。でもワンチャン止めればいいんじゃない。それで、いや、全然だ。あ、キスコアイスクラッシュで大打点出して、あー、何してんの。でもそれどんぐらい効くの？頼む、フォースの力で。いけ！よし！ワンチャンか？いやー、759は無理だと思うんだよなー。おっと、スタッフやの攻撃。いや、避けて。頑張れ。アイスピックル何をしてるんだ？アイスピックル、お前何してんだ？おい、負け越しだぞ。300回もですね、デンタリッチに勝てないままとですね、なってしまうのか。デンタリッチに勝てない。やっぱそれが現実でした。このゲーム強いよ。このゲームダメだ。どっかのアワー見てる気分だわ。
確かに僕の理想のパーティーはね、検討はしたもののね、まあ、力及ばずと。エキストラマーチエキストラマッチしましょう、エキストラマッチ。ここでまあ勝てばまあトントンぐらいでいいんじゃないですか。キラーパーソンとダッシュランです。さあ、対象戦なんですけど、まあ負け隠してるんですけど、まず毎回取った時に公募下振れを引くのかは僕には理解できて。さあ、現実サイド、対象はですね、最近ちょっと YouTube の使用上を見れなくなったんですけど、まあ、あまりの強さに、コメントでも悪用がつけ、低評価が70を記録した、これパーティーです俺だけのせいじゃないと思うよ、低評価70の理由。これが、デンタリッチのね、絶望を超え、ね、超えられぬ先に、低評価70の壁あり。低評価70のパーティーが相手です。低評価70っていうのも面白いけどね。さあ、本来は確か勇者パーティーの時にこのパーティーを紹介するはずだった気がするんですよね。はい。キラーパンサーダッシュラン勇者の雨かける竜の剣技。まあ、火力はお互い高いね。まあ、その戦法はもちろん、テンションカウンターや新早ぶさきり、滅4刀流2ターンによる勇気チャージ可能という圧倒的強さにあります。Wi-Fi 対戦でも多分悩まされた人は本当に多いんじゃないかと。その曰く、今扇風機やってるけどね。なぜか扇風機してるよ。その強さで多分初見殺しをされた人も多いと思うんですよ。多分それのせいです。なんか低評価もついたりみんな見たりしたんだろうなと。多分 Wi-Fi を当時やってた人はみんなこのパーティーにめっちゃ嫌な思い出を出したんだろうなと思っております。ただ今回キラーリカントがテンションカウンターしていなかったり、さっき扇風剣しているのが結構変わってくるね。うわ、ダッシュもめっちゃ出んじゃん。やる。火力はこっちの方が勝てるか。滅4刀流来たね。来た、これ。滅4刀流 !251 ってことは通常あたりこれ。あ、よし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 。本当にあいつ下振れ引いてる。相手下振れ引いてるわ。めっちゃ下振れ引いてんじゃん。ちょっとかわいそうなぐらい下振れ引いてるよ。雨かける竜剣技強い。さあ、勇者チーム。こちらも雨かける竜の剣技で勝負です。何をしとるか。ちょっと下振れ引かないで。ね。収録、一回ずつの収録しかしてないんだからさ、なんか前、なんかこの戦いの2回分、なんか全くうまいこと上振れを引けなかったのよ。うわ、49がいるな。ダッシュランだな。それは。どうする？まだだ、まだだ。ワンチャンでも、このターンに相手の雪が溜まる説はちょっと、なきにします。やはりこの技でしょう！テンションカウンター！キラーリカントにキラーパンサーや勇者の攻撃が行ってしまう可能性は大いになります。そこに行ってしまえば敵を勇気が食べることになりますが、お、魔王の使いだ！行け！よいしょ！いいよ！いいとこ行っている。いい。ワンチャンこれ向こうの勇気溜まっちゃうのか？滅四刀流とかの2回攻撃あるからね。大丈夫？うわぁ！なんでだー！ちょっと下振れが多すぎる。ひどい300回になるぞこれ。ちょっとやめて。ちょっと勝たせて勝たせて勝たせてくれ理想と現実の差が激しすぎるっておかしいって。現実サイドがさ、会心出しすぎだって。現実サイドちょっと強すぎない？現実サイドが強すぎる。でもまだワンチャンありますよこれ。うん、あるね。つばぜり合い、おお、つばぜり合い、え、あ、これさ、あ、いけるかも。一つ、策あるんですよ。ワンチャンあるかもしれん。あー、もうちょっとやめろって。最後の一撃だ。ダイレクト SP に一つ、この状況打破できるものがあります。鬼コンボを最強伝説から培ったこのね、合体召喚攻撃でフィニッシュだ。いけいけよ、いけ、吹き飛ばしてくれ。この状況を打破できる唯一の方法、ゲリオンのエクスプロージョン。いけ、うわ、やったー、綺麗に通ったな。まあでもちょっとこのパーティーは強すぎたかな。うん、反省。また、301回からも、動画頑張ろう。
現実強すぎだよ。現